どうも、花子です。今日はね、ということでですね、やってまいりました。今日はですね、なんと、北海道旭川市で開催されます、ジェムリリ当日です。ジェムリリとは一体何なんでしょうか？その質問を待ってました。まあ簡単に言うと、いろんな爬虫類ショップさんが何店舗か集まった、爬虫類イベントですね。おお、やってまいりましたよ。今年も冬ってなかなか少なくて、はい、ついにちょっと春っぽくなってきて、イベントも開催されるということで、今回ちょっと急遽なんですけど来ることになりました。よかったしょ、お前の好きな。ちょっとワクワクが止まんないんですけど、でもほんと昨日、トロピカルジェムさんとちょっと X で会話して、はい、もう明日取りに来なよって言われたんで、あ、じゃあ行きますって言って急遽参戦決定ということで。なるほど。撮影許可ももらってるんで。マジかい。でまあ他の店舗ももし撮影許可もらえたら、生態とかも映していきたいと思います。はい。それでは早速行きましょう。さあ行くぞ。それじゃあ会場に着いてますんで行きましょうか。入りましょうか。お、ちょっと並んでるね。店長。店長なの？あ、間違った、違った。いや、店長だったの？来ましたよ。来ましたね。入りましたよ。入りました。こちらチケット、ジェムリリ、トロピカルジェムさんの店舗の方行ってみますか。はい。ということで、トロピカルジェムさん、はい、ジョーナーの松谷です。今回ちょっとあのいろいろ見させ、映させていただけるということで、はい、全然好きなだけ、はい、もしよければ、はい、おすすめの生態、あ、もちろんもちろん、3匹ぐらい紹介お願いしたいです。30でも何ぼでも結構本当に厳選したやつを連れてきてるんで、はい、まあそれぞれの食パンもぜひご覧になっていただきたいんですけど、これあとちなみに私事なんですけど、僕の中学校の子の先生がなんかたまたまマニアックなワッペン作ってるんで、じゃあ早速、はい、おすすめの答え、はい、いいですか。本当にどれも俺は爬虫類どれも好きだからおすすめなんですけど、まあこの辺厚いクレステッド月光、グレードにも差があって、まあ、値段もピンからキリなんですけど、この辺僕も全部直接海外まで行って買い付けてきて、先々週ぐらいから全部買い付けてきて、まあ、こういう黒いやつとかあんまりいないと思うんですよ。黒い、おお、すげえかっこいいなこれ。本当に何でも好きだからあれなんですけど、まあ、一番人気、爬虫類人気のこの不動の大人気第1位、この辺、表門とか山の時だけど、この真っ黒いやつ、ブラックナイト。ブラックナイト、はい、ブラックナイト、これ珍しい、オスのブラックナイトの真っ黒いやつ、これはちょっと少ない、オスはちょっとなんか温度の関係で真っ黒が少ないんで、はい、まあそんなわけでこの50万ぐらいしちゃって、でメスは18で、これ結構安い、これが、これでも。めちゃめちゃかっこいいね。いや、かっこいい。ブラックナイトね、やっぱり。黒いんだよな、また。やっぱり。そう、ココシャネルが惚れ込んだ色、黒。本当に真っ黒で、まあ俺も一番好きな色がこれ。黒、200色あるねんでとか言った方がいいんじゃない？言え、言った方がいい。言った方がいいよ。で、はい。200種類。で、その200種類あるわけでもないけど、この。明るいやつとかもいて、まあ値段はだからピンキリ、これは5万5千円とか出してます。で、面白いのがこの、こういう風にこういうのがなっちゃうことがあるんですよ。なってくれることがあるっていうか、だからまあちょっと予算が足りないとか、もう俺もそうだけど、結構こういうのこういうの楽しめるんで、こういう風に飼ってたらある時黒くなったりする。あ、じゃあ成長過程で色が変わっていく、結構黒くなるんで。うーん、でうちはそのドイツ、あのこのエマンブラスレプティリアンっていうドイツの会社から直輸入してて、まあ、これも僕たまにドイツ行ったりして選んだりしてるけど、ここでボールバイソンとかやっぱ人気あるし、あるですよね。100万近いモルク、78、85万8千円だ。ちょっと3セット、すげえ、持ってみる。あ、いいですか。うわ、見せてください。ちょっとボールバイソン初めて触りました。すごいな。うわ、やばいね。ありがとうございます、はい、って感じで、まあ
今言ったのはその3種類ぐらいの結構ベタな種類だけど、他にもまあ割とまあ見たことないような、こんなのもなかなか見れない、オーロラハウススネーク。おー、オーロラハウスね、綺麗、めっちゃ綺麗。あとこれ世界で最も美しく最も希少って言われてる、これ、めっちゃ気になりました。野生だと数千頭しかいないって言われてる。欲しい欲しい。厳重に保護されてる。かっけえなこれ。これやばいね。お前買っちゃうんじゃねえか今日。これやばいマジで。いやこれやばいよな。お前気になってたんだろやっぱり。いやこれちょっとね気になってた本当に。魚は食べたりするんで、その亀の餌とかも食べる。乾燥した亀の餌ちょっと濡らしたりしたり、まあなんか鳥ハツとかも食べる。100万ぐらい出してますけど、だいぶ安いですこれ。多分相当安いで、これで安いんですよ。これで安いんだ。まあ多分言っても全然構わないと思うけど、みちょぱの旦那さんの大倉志門くんうちから北海道まで来て買いに来てくれたりしてます、この可能な種類の。すげえ。見たことねえ。やばいです。ホウシャガメってでも有名ですよね。めちゃくちゃね有名なんだ。高価なんですよ。ガチか、高いもんね。他の YouTuber さんのイベントとかで、はい、動画では見たことあったんですけど、実際に見るの初めてです。やばい、すごいな。やっぱりタランチュラ。タランチュラだ。いろんな種類。結構タランチュラもなんかベタな種類を主にしたり、俺とか世界最大の、ちょっと待ってください。世界最大のこの入れ物以上になるぐらいなんで、ゴライアスバードイーター。でかっ。大丈夫ですか？興奮してそうだから出てきた。飛び出てくんじゃないか。興奮してそう。で毒も強いし、結構まあ本当でかい。こんなになるんで、毛ガニみたいでかっこいい。うおでっけ。まだまだこの本当に幼稚園児ぐらいのサイズ。です。かっこいいな。ですね。すげえ。アメフクラガエルっていうのも人気ですよね。これ？うん。姿が見えないが。あこれめっちゃ可愛いから。かわいい。マジ？うん。来るよ。うわ可愛い。やべ。やべ。え？可愛いんだけど。わらべ餅みたいな。え、すげえ。マジで可愛い。うん可愛い。めちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛い。ということでですね、トロピカルジャムさんこういうグッズも販売してまして。ちょっと見させていただけるということで、 T シャツとか、こっちはフィギュア。はい、めちゃめちゃ可愛いフィギュアがたくさんあるんですよ。サルバトールモニター T シャツ。めっちゃかっこいいなこれ。黒で袖が長くて形がおしゃれなんで、ちょっと特殊な形をしてる T シャツですね。うん、はい、おわいい。これもかっこいい。うん、裏が裏。おお、20周年書いてるね。書いてますね。アニバーサリー。ちょっとじゃあ僕もせっかくだから1着買ったらどうだい。欲しいですね。はい、じゃあこちら。はい、この T シャツ買います。買いますか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はこちらのお店ね。はい、見てこの可愛い感じ。うわいいね。出てるわ。かわいい。こっちナマコ。これナマコ。ナマコかい。これチャトラドー。チャトラドーさん。ここですね。あ、いいな。ワッペネネロックさん。これっていうのはシェルターですか。これすごくない？これ買ってったらいいんじゃないか。お前こんなシェルター見たことないんだけど。うん、こっちとか、うん、これも俺これ好きだな。これなんかお山みたいな。うん、いいんだよな。じゃあちょっと気になったワッペン出しますよ。お願いします。いや、相撲？お相撲さんのワッペンもありますよ。なるほど。うん、かわいいな。あー、ちょっと待って、これいいな。これハシビロコ。これいいな。これもいいんですよね。なんて言ってもこのデカワッペン。いや待って、これめっちゃいいな。これよくない？
かっこいい。いいな。これもかっこいいね。コウモリ。コウモリ。コウモリが日本のやつ持ってるよ。和だね。うん。猫さん。この絵のタッチがなんかかっこいいよね、めちゃめちゃ。かっこいいんだよな。刺繍のタッチが。うん。うわあ、お前好きそうこれ。これね、でも、あ、これ赤目アマガエルだ。詳しいなお前。詳しいよ。何でも手に取ったものの名前言ってくしょ。もちろん。ワッペンの方は、はい、チャトラドーさんのネネロックっていう。はい。可愛いですね。めちゃめちゃかっこいい可愛いワッペンを紹介させていただいたんですけど。はい。次じゃあ行きましょうか。行きましょうか。こんにちは、こんにちは。お願いします。お願いします。ですね、リレックス、北海道旭川市の、長山というところに、お店ありますけれども、今回イベントの方に参加させていただきました。で、ここら辺ね、はい、ここら辺です。ここら辺は、比較的ね、ちょっと何匹か売れちゃったんですけれども、はい、比較的お求めやすいボールパイソンにしては、ちょっとね、値段帯、価格帯が優しい2万8000円とか。そういう感じの子もいるんですが、はい、僕的におすすめの子、はい、ちょっと見てもらいます。じゃあまず1匹目、はい、紹介していただきます。はい、まずは、ブラックヘッドグラナイトの男の子。かっけー。そう、ブラックヘッドです。ブラックヘッド、要は頭が黒いよっていう意味で簡単にブラックヘッドで、グラナイトって花崗岩っていう石の意味ですね、はい、なので、ここの模様のところがね、ちょっとね、ちょっとこう黒すぎてグラナイト感が薄いんですけども、なんかここがね、ワシャワシャってなるんだよね、なんとなく。これはおすすめです。アメリカのブリーダーさんのブラックヘッドグラナイト、すごい黒いです。これも個体差があるけれども、すごい黒い子ですね、はい。めちゃくちゃ高級感がやばいですね。めっちゃかっこいい。黒ってのがまたいいね。いい。黒かっこいいよね、やっぱり。やっぱり好きだな。じゃあ次ちょっと2匹目、はい、紹介していただきます。2匹目です、こっちも黒系なんだけど、オレンジドリームブラックパステルって言って、はい、さっきのブラックヘッドは、ちょっとマットな感じ、黒いマットな感じの、はい、黒蛇なんだけど、ブラックパステルは要は黒い明るい黒いパステルなので、ここら辺の光沢感が綺麗なんですよ。確かに光沢ありますね。あるね。で、オレンジドリームって言って、オレンジの夢、ここら辺の模様がちょっとこっち、はい、ここら辺がちょっと柄がつながったり大ぶりになったりして、色がちょっとオレンジっぽくなる、はい、iPhone のカメラなかなかオレンジ難しいです。そうですね。こんな感じで無事なってきます。すごくおすすめです。オレンジドリームブラックパステル、繁殖するにもいいし見た目もいいし、メスで8万8000円、とてもお得な。お得です。とてもお得です。はい、ちょっとね、このカメラだとちょっと黄色っぽく映っちゃうんですけど、ね、どうしても、はい、実物見たらめっちゃオレンジです。オレンジだ。じゃあ、はい、じゃあ最後の子3匹目、はい、ラストお願いします、はい、じゃあ最後の子は、はい、呪文唱えますね。呪文唱えます。この子の名前は、はい、シナモンヒズンジーモマレッドストライプイエローベリーヘテロクラウンです。なげー。要はシナモンっていうのは、はい、シナモンパウダーとかそういうところから取られていて、はいはい、シナモンヒドゥンジーウォマ、ウォマっていうしましまな横柄のヘビがいて、それの中からね生まれてきた子なんだけど、要はヒドゥン、よくわからない、ジーン、遺伝子、ウォマ、よくわからない遺伝子を持ったウォマっていう感じの名前で、レッドストライプでイエローベリーで、お腹が黄色くなるね、イエローベリーのヘテロクラウンの女の子。この子ちょっと高いけど繁殖したりする人にはいいんじゃないかなっていう、そんな感じがすげえな、します。いい柄だ。じゃあみんなで言ってみよう。名前みんなで言ってみよう。シナモン、シナモン、ビグンジンオマ、ビグンジオマ、レッドストライプ、レッドストライプ、イエローベリー、イエローベリー。覚えましたか？覚えてないね。もう覚えてないね。お前、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ディレクスさん YouTube もやってまして、はい、この説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。
リリズレプタイルズファミリアと申します。お願いします。お願いします。ちょっとおすすめの個体を、はい、紹介していただきます。はい、まずじゃあ1匹目お願いしていいですか。はい、ヒョウモントカゲモドキの、はい、よいしょ、マンダリンという種類になるんですけど、オレンジがちょっと濃いめの、めちゃめちゃオレンジ強いですね。ちょっと脱皮前なんですけど、多分濃さは分かるかなと思うぐらいちょっとドス黒いオレンジ感がある子なんですよね。ありがとうございます。尻尾この裏の方までオレンジが巻いてる感じで、おーすげー、綺麗な子なんですよ。まあ尻尾もブリブリでおすすめの個体ですね。イベントでは2万円で販売します。レオパでいうとオレンジなんですけど、うわこれいいね。レッドデビルっていう種類になるんですけど、はい、まあ、この子もオレンジがかなり濃ゆくて、リバースストライプって言ったらいいのかな、真ん中にストライプの線が入ってるんで、はい、チックな感じの模様で、まあ、この子もがっつりオレンジで、お腹のところも結構オレンジだったりするんですけど、めちゃめちゃ綺麗な、まあ、これも多分 iPhone だと映りにくいかもしれないですけど実物見ないちょっとこのオレンジ感は分かりにくいかなっていうオレンジですね。はい、受けておりますので。尻尾とかもすごいね。すごいんですけど映んないんですよめっちゃオレンジなんですよ。オレンジだね、マジで。今日はちょっと変わり種で言うと、はい、これデビルストーンっていう、レッドデビルとストーンウォッシュがちょっと掛け合わさったって言われてるあの生態なんですけど、先ほどのレッドデビルにもともと従来いるあのアルビノのストーンウォッシュっていうのが模様として出てる感じの子で、あのすごい顔のいかつい顔の、めっちゃかっこいいですねかっこいいな、めちゃめちゃいかついです顔は。模様がバキバキ出てて、であの背中のところはこう色抜けしてるっていう感じですね、はい、色抜けして尻尾のところも色抜けしてる感じの綺麗な子ですね。めちゃめちゃおしゃれですね。もう一匹いるんですけど、そっちの子がちょっと脱皮なんで分かりにくいかなと思って、ちょっとこっちの子をチョイスしましたね。デビルストーンの男の子で6万円で販売してます。はい、ありがとうございます。ボールパイソンのちょっと切れちゃってるんですけど、エンチバットマン、はい、エンチヘテロバットマンのポッシブルアスファルトっていうやつですね。うわすげえ、いいな。この子もちょっとポッシブルアスファルトとは言われてるんですけど、アスファルトが入ってそうな感じの金属光沢が出てて、でまあバットマンまでちょっとリーチかかってるよっていう子なんですけど、まあアスファルトかかったらめちゃめちゃえぐいエンチアスファルトバットマンっていうめちゃめちゃえぐいのが出てきたりとかするんで、これはちょっとおすすめの答えですね。値段もまあそれなりにするんですけどまあイベントで19万なんですけど、だいぶ安くは出してるので、はい、イベント価格っていう、ね、そうですね、イベント価格で。あとはこの子、モハベウルトラメルヘテロクラウンの女の子ですね。めちゃめちゃ透明感あふれる感じなんですけど、かわいいな。バナナにちょっと似てる感じなんですけど、はい、うん、モハベとウルトラメルが合わさることによってこんな感じの透明感あふれる黄色みと、まあ、元々のキリン柄をちょっと薄くした感じでバナナに近くなるんですよね。めちゃめちゃ綺麗な子です。この子がイベント価格で13万円ですね。で、あとは最後になるんですけども、いやこれすごいんだよな、気になってた。これがオレンジドリームエンチレオパードフリーウェイって言って、長い、まあ、ちょっと別名で言うと、はい、オレンジドリームレオパードマルディグラ、マルディグラっていうのがエンチとフリーウェイが合わさった子なんですけども、はい、まあそのイエローベリーコンプレックスっていうのの最上位って言われてる感じですね。これもアスファルトが入ってるんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。うわすげえ、うわ綺麗、美味しそうな色してますよねでけえ。そしてこの子で男の子なんですけど、まだまだ成長するんで、して種親としてもめちゃめちゃ優秀な子なんで、おすすめですね。この子もイベント価格で19万円で、19万円、はい、あとはまあいろいろいるんですけど、まあ、オレンジのレオパが結構多いかなと思います。そうですね、この辺ちょっと写して、はい、このオレンジ系のレオパがめちゃめちゃいますね。います。あとは餌とかもうちは販売はやってるので、ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。それじゃあこれから、はい、おすすめの個体を3匹ほど紹介していただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ今あるのがこの琉球青ヘビと、はい、
まあ、その沖縄青かなへん、結構こっちはもう本当に今数が少なくて使用価値は結構上がってきてるんですけど、結構綺麗なので、そのメスはこういう本当真緑の色に、めちゃめちゃ綺麗ですね、これ。夜は結構おとなしいんですけどね、朝は結構素早くあの土地を駆け回るぐらい元気いっぱいなカナヘビですよね。あとこの琉球アオヘビはもうあの、はい、ミミズを食べるんですよ。ミミズとかカエルとかですね。であの本当にそばをあのすするみたいにズル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 音を立ててあの餌を食べる。で結構大食感なんですごい量のミミズがいるんで、まあ、かかってて本当面白いですけどね、意外と綺麗なんで。いいな、緑伝わるかな、この色。カメラ越しと違うんですよね。そうなんですよね、すごい緑ですけど、同じかもしれない。あとはもう日本唯一のアガマ、あの沖縄キノボリとか、この子は奄美大島さんですけど、めちゃめちゃ、いや顔かっこいい、かっこいい、うん、まあ、アガマなんで結構頭いいんで足は速いですけど、おうわ、うん、やっぱお店だと結構本当手のひらからご飯食べたりもするぐらい、へえ、ね、本当に結構綺麗な感じですね。顎の方は結構青くなってて、すげえ。これ静岡県では今もう本当国内外だと静岡でたくさんもあのいるんですけどね、この子たちは奄美大島であの採集した個体になります。結構おとなしくて、あのなんだろう、本当に慣れるのは早いです。うわ、かっこいい。なんか福岡県に行った際はぜひ行ってみてください。はい、ということでですね、今回ありがとうございました。そしてですね、4月13日土曜日、北海道北見市でイベントあるので、ジョイントさんっていう爬虫類さんの中で、ね、はい、ちょっと僕参加させていただくんで、はい、ぜひあの皆さんも行ける方は見に行ってみてはいかがでしょうか。またよろしくお願いします。これいいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。これいただきました。ありがとうございます。はい、ということでですね、本日ジェムリリ行ってまいりました。はい。全店舗紹介させていただいて、心よくね撮影許可もいただいたんで、ありがたく撮らせていただきました。そして最後にトロピカルジェムさんからプレゼントということで、はい、こっちのカラーの方も赤いただきました。ありがとうございます。ということで。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの